あと1枚あるはずだ。急ぐぞ、テンテ。うん。よし、これで。いや、そう簡単にはいかないようだ。気をつけろ、テンテン。何これ。どうやら暁の仕掛けたトラップのようだな。そう簡単に結界を解かせる気はないらしい。にしてもまさか私たちの偽物が出てくるなんてね。どうした、おじけづいたか。冗談、本物と偽物の違いってやつをしっかり教えてやるわ。ネジ、援護して、ここは私が行く。いいだろう。さあ始めるわよ。遠投開始。援護する。覚悟しなさい。装具極大天球。準備が整った。化粧回転。リーたちの方もうまくいけば結界が解けるわけね。ああ、頑張ってよね、二人とも。この辺りにネジが言っていた札があるはずです。よし、猛烈ダッシュだ、リー。おっす、これで。お、うん。どうしました、ガイ先生。予想通りだ、暁め、トラップを仕掛けていたようだな。これは。なるほど、札が外されてもトラップが発動し敵の侵入を阻むというわけか。まさか僕たちの偽物が出てくるとは。なんと燃える展開なのでしょう。まさか自分自身と戦えるだなんて。ガイ先生、ここは僕に任せてください。必ずや勝利を手にしてみせ。なんと素晴らしい気迫なんだ。もはやこの俺にお前は止められん。いいだろう、俺は援護役に回る。その分思いっきり戦うがいいぞ。いいよ。おっす、ありがとうございます。さあ、お前の魂の炎を見せてくれ。いきますよ。戦闘開始。この持てないぜ。やったぜ。熱いぜ。
遅いの。いや、行きますよ。早くパス。うわっ、あっちです。うわっ、さくわ。早くよ。よーい、この羽根ブバトルだったぞ。おっす。しかしネジたちの方は大丈夫でしょうか。おそらく同じトラップが。いや、この程度ならば問題あるまい。なんせ我が外班の一員なのだからな。確かに。さて、あとはカカシに連絡を入れねばな。たった今、ガイたちから札を剥がすことに成功したと連絡が入った。それじゃあ、あ、俺たちも行動開始だ。まずはこの岩を壊す。頼むぞ、さくら。さて、みんな、準備はいいな。はい。ガラ、今行くからな。あれは。さーて、どいつが人中力かな。イタチのやつが言ってたことは当たんのか。キュービの人中力はどんな野郎だ。一番最初に大声で怒鳴ってくるやつがそうだ。ん？なんだそりゃ。もっと具体的な特徴はねえのか。ん？ったく、もう少しまともな特徴はなかったのかよ。ガラ、メーラーてめえらぶっ飛ばす。あいつか、なかなか面白そうなやつじゃねえか。旦那、これ言ったら多分怒るだろうけどよ、あの人中力はオイラがやる。おい、ノルマは一人一匹だろうが、図に乗るなよデイダラ。芸術家ってのはより強い刺激を求めねえと感情が鈍っちまうもんなんすよ旦那。キュービの人中力はなかなかに強いって噂だしな。ってわけで風影はオイラが預かるぜ。旦那、ナルト。やっぱり止まらないか。ナルトと俺は外のやつをやる。サクラと千代婆様は中のやつを頼む。わかった。